さあ大変申し訳ございません。ここから演歌の花道山下君子名取襲名土井徹子、踊り名取襲名披露とあとは、藤原流貫禄美の方から口上の挨拶および土井徹子より感謝の言葉を申し上げる、この流れで行かせていただきます。では踊り龍馬在衛
藤原流貫禄美師範より一言口上の挨拶を申し上げます。マイクお願いします。本日はお忙しい中多数ご参加いただきまして心より御礼申し上げます。ありがとうございます。当日ですね、新しく新名取が誕生いたしました。もう御年90歳でございます。で90歳でこれだけしっかり踊ってくれます。だから皆様方もね、しっかり声を出してしっかり歌って長生きを一日でも、ね、していただきたいと思うんです。本名は土井徹子ちゃんですが、改めまして藤原貴徹さんと名乗ります。本日をもってね、免許をお取りになりましたので、どうか私同様ご支援いただきますようよろしくお願い申し上げます。ご本人からの一言お礼のご挨拶がしたいそうですので、マイクをそちらの方。はいはい、土井徹子より、お知らせされます山下君子先生、藤原流貫禄美の方にお礼と感謝の言葉、またお客様に対してのお礼をお言葉を受けたまりたいと思います。土井徹子より皆さんこんにちは。今日はありがとうございました。私ごとで申し訳ないんですけれども、私は踊りを22、3年続けてまいりました。そして一番最初 の入門したのが藤間六三郎という先生で、その先生が偶然にもこちらの先生の後輩でした。はい、そういうわけでその間ずっとやっぱり15、6年は公民館活動とかいろいろして踊りは一生懸命続けてまいりました。そして演歌の花道にご縁があって、たまたま先生とお話しする機会がありまして、お話ししたところは、そしたら最後私これ面倒見ましょうということで、思いがけなくご指導いただくことになりまして、私は今最高に幸せです。もう免許は夢のまた夢と思っておりましたが、最後になってまさ夢に叶いまして、こんな嬉しいことはありません。で皆様の後押しをいただいて、先生に花束をここで差し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、土井徹子よりお師匠さんのように藤原流貫禄美先生の方に花束贈呈といたします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、立つのが一生懸命ですね。もうババアになってしまったらですね、90と84でございます。はい、はい、2人合わせて180ぐらいになりますので、それでも頑張っておりますので、もうちょっと応援して。で、この通りですね、立派な、免許をお取りになりました。だからですね、本当にもうちゃんありがとうございます。襲名披露を発見から花道3周年とともに本日ねさせていただいたわけでございます。今後ともてっちゃんもよろしくお願い申し上げます。工場挨拶これでいて失礼させていただきます。はい、今からしっかり皆さん歌って楽しんでください。それでは失礼いたします。ありがとうございました。先生、はい、ちょっと、せっかくですから、はい、もし捜査写真があったら先生と土井徹子先生、娘さん息子さんの方で記念撮影ということで、はい、よろしくお願いいたします。くださいますよ。お手元に今配っておりますのは襲名されました
土井徹子様からの名前入りの大切なタオルでございますので受け取ってやってくださいませ。はい、よろしくお願いいたします。一枚ずつね、本当は投げるんですけどね、襲名って言ったら舞台の上から投げて取っていただけるんですけどね、それであんまりだから一人ずつ配ってもらうということで配りましたか、てっちゃんも配りましたか。じゃあ私はこれでちょっと着替えさせていただきますので、もう今日立っとくのがいいっすねすみませんどうもありがとうございました。